なく来てくれてますので、また、じゃあ先生に挨拶していただきます。どうもおはようございます。おはようございます。この会も非常に楽しみにしてましてね、1年に1回で、その他にも展覧会も遊びに行ったり、過去展覧会も方々お邪魔したり、国内だけじゃなくて外国も行きました。ほとんどのこうやって集まれる方が、今日は俺のが一番だと、うちのが前回1週間前一番だ、去年一番だという人が非常に多くて、だから今日も一番をくれよというのが念願の方が多い。ところがこの回何年もずっとこちらへお邪魔してますけども、来てらっしゃる方がですね、非常に先週が何番だったと、過去どこで何番取ったということでなくて、犬を、日本犬を本当に楽しんで飼ってらっしゃる。で、それではなおかつ本質的なものを追求されたいという意志の非常に強い方が多いんで、ね、非常に楽しみにしてます。で、楽しみにしていると同時に、心の奥底の中に、なかなかこの中で、普通の展覧会来られる、序列だけを心配するじゃなくて、あの金指しはこの犬をどこまで見抜けたかならという逆な審査を私されてるんです。前回もありました。昔あれです、綾田誠二郎って四国の方が飼ってた長英という、今の審査長が大好きな犬ですよ、数田審査員がね、その犬も写真でよく出してますけど、その犬に似た犬が前回出てきたんです。で、これは昔の長英に目の配りが似てるなって言ったら、後で何か言うかなって、私気になったから耳すまして、あいつそこそこ見るじゃないかと。いや、その答えがね、一番ね、怖いし楽しいし、また来たくなる気持ちです。で、今日は基本的にはね、皆さんがね、私今考えてることは、日本犬の鑑定というものの基礎ね、こういったものを皆さんに多少なると覚えていただきたいなということでございます。それはですね、私が教わった斉藤幸吉さんだとか、これ松本勝郎、まず今日何も覚えなくていいですけど、一つだけ見て色が綺麗で、見てかっこよく目立つ色、いいですか、色が綺麗で目立つ、かっこの良い色、これはこうやって見てくださいよ、まず疑問を持ちなさい、そういう犬は比較的一番に行きやすいから疑問を持ちなさい、影の方でしょぼくれてんけども、なんとなく惹かれるなというところですね。そういう犬に目を向けることは血統的にいい犬もいますから。昔の歌にありましたね、ホームの陰で泣いていた かわいいあの子は懐かしいね、あなたあなたあなたって手振ってくる子よりも、ホームの陰で泣いていたこの方が真実味があるよって言葉もあるんですけど、我々はそんなことを、ね、根底に置きながら見たいと思います。それからもう一つ、これも最近本読んだ外国の犬の学者の本ですけど、やっぱり犬は本質の一番基本は、よくに皆さん研修会行ったりなんかされますと、怪異良性素朴ってよく言います。本当それを言う人はそれが分かってない人なんですよ。怪異良性素朴なんてのは日本犬じゃなくたって持ってるのいっぱいいます。原始的な犬じゃね、例えばサモエダだとか、ああいう犬にはいっぱいいるんです。そういうことじゃなくて、日本犬の存在価値、例えばコリーが出場はなくなったコリーはコリーじゃないんですよ、ただの愛玩犬。それをだから、その犬種によっての基本的なこともありますね。ですから獅子を追わなくなった、鹿を追わなくなった日本犬が日本犬かなということについては、やはり疑問を持たなくちゃ。確か展覧会ではそれやりませんけど、実際はそういう犬種が残って、そういうのが山里に残って現在があるわけですから、全くそういうものを失ってしまったものは日本犬から離れていくと、そういう本質を失っていくんだよということに私になると思います。今日もそういう実力に使ったような犬も来てます。で、本人さっきから言ってるんです、うちの犬痩せてんから皆さんけなすんじゃねえかと。いや、それはまた展覧会とは別に、また皆さんに見ていただきたいなというふうに思います。それから中犬についてはですね、今日その中犬の方の大御所でいらっしゃる水村先生ね、でこの先生も私、この先生をね、評価させてもらうと、非常に一つの流れの中に埋没しない人なんです。
俺は俺で考え方があるよと。でも審査員を、まあ、私の方に OB になられましたから、以前はあれですね、やはり日本拳保存会の席っていうか審査員の席ありましたけど、私もそうですけど遠慮があったんです。ところが心の奥底にこの方の流れているのはやはり自民党をぼっかせというような心根を持った方ですから、どうぞ質問の方も面白いそうですよ。そう言ってですから、また質問させていただきたいと思います。特に集権についてはね、私なんかのもう足元にも及ばない深い考え方を持っています。そんなことで一つ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それとここに、ね